この手の車はやっぱりこういう道走ってみないと良さが分かりにくい。こんにちは、ジャパニーズドライバー藤本です。今回はアウディ岡山さんで借りたアウディ TT クーペ 45TFSI クワトロの話です。全長 4.19m、全幅 1.83m、全高 1.38m の小さなクーペです。エンジンは2リッターの直四ターボ、最高出力230馬力、最大トルクが 370Nm、 車重が 1420kg で結構重いです。初代から数えて3代目になるこの車、最後の TT です。タイヤはフロント24540の18インチで、リアが24540の18インチ、あ、同じかな、同じですね。ピレリのパワーシー、パワージー、ちょっと分かんないです。ギアのね、カーゴスペースそれなりに広いです。これ、まあ後ろのシートを倒したら結構いろんなものが入ります。独身の方、あるいはご夫婦2人の方、この車だけである程度用事が済ませられます。パワーゲートではないです。この辺の質感いいです。ここなんかアルカンターラみたいなやつが使ってあるな、スウェード調というか。ここね、一番安いタイプじゃなしにちょっと値段の張っている柔らかいタイプ。ここもまあ表面ビニールっぽいけど、ちょっとパッドが入ってるタイプ。これヘアラインが入ってるから多分アルミで、まあ、S ラインで、コックピットは、うん、なんか表示が出ました。前にも一度 TT はレビューしているので、もう簡単に。ここもね、ちょっと柔らかいソフトバッドタイプ。やっぱり A1 なんかとは明らかに質感が違います。ここは紐引っ張ります。でね、リアはね、まあ、見ていただいて分かるようにレッグルームないです。でシートバックもリアシートはめっちゃ立ってます。まあ2プラス2という感じ。911とそんなに大差ないです。後方視界は割といいです。まあ内装もこんなもんで。はい、すみません。はい、すみません。やっと出れました。カメラのセッティングにめちゃくちゃ手間取りました。助手席側のドアウィンドウにサクションカップでつけないといけないんで、このタイプは大変です。あ、これバーチャルコックピットしかない。ナビどないするんや、ナビがわからない。これどうや、ナビの切り替えがわからない。どこや、これかな。まあよくわからないけど行きます。ブレーキめっちゃ来ます。踏んだらガコーンって。で、今日はアウディ岡山さんに来ております。右左折専用レーンが連続します。 TT の 45TFSI かな、2リッターターボで230馬力、トルクが 370Nm。 エアコン下げたい。いつもの寒い。エアコンの風量がわからない。どこ触るんやこれ。
今回も音声が取れていなかったらなく、いつも一発勝負なので。ハローメルセデス、エアコン下げてくださいとアウディに言ってもしょうがないわな。動き出しスムーズ、この車2リッターターボだと思うんですけれども、このエアコン直撃地獄から逃れたい。寒くて寒くて。ナビどこだ、ナビこれか。あ、やっと出てきた。スケールのチェンジは、あ、わかった、これだ。右左折専用レーンが連続します。わかりました。あとは寒いのは何とかしたい。これ向きだな。あ、今度顔が寒くなった。ナビ、ナビ、いやナビじゃないわ、エアコン、エアコンの下げ方、これ風が出てきたぞ。このまま凍え死んでいくのか俺は。寒い。エアコンオフしかないのか。これじゃないな。手が冷たい。出足はね、すっごいいいです。でね、アクセルレスポンスいいです。これモードは変えれるはず。ちょっと変えてみます。これね、ダイナミック。さっき多分オートに入ってました。ダイナミックに変えると、とりあえず街中だから違いが分かりにくい。閉じる。風を閉じる。風を閉じたい。これかな。よっしゃ。ね、斜め後ろ結構見やすいです、この車。911ほどではないけれども、ボクサーよりは絶対見やすい。ドライビングポジションはめっちゃ自然。いいポジション取れます。ただ、座面の先端部分のヘリがちょっと持ち上がってるんで、足短い人間はいろんな問題を起きます。これが長い。もうちょっとだけ短くあってほしいけど、足が長くなるか、座面が短くなるかしてほしい。ハンドルはね、すごく握りやすいです。こう下が平らなタイプですけど。で、なんか、この、前にも一回レビューしたことありますけど、やったるぜ感のあるコックピット。岡山市内は路面電車が走っているので、こういう電車道があります。まあ、岡山でも電車道というのかどうかわかりません。広島では電車道って呼んでます。こういうところ。このプレシアでもそうですし、プライベートでもそうですが、アウディ何台か乗ってますけど、やっぱりこの TT の動きいいです。個人的な好みの問題で、車高の高い車、重心の高い車が好きではないということもあって、この TT すごくいい動きに感じます。今回は岡山国際ホテルという山の上にあるようなホテルに泊まっております。天皇陛下が泊まったことがあるような格式あるホテルらしいです。そこからアウディ岡山さんへ先ほど行ったので、街中にあってこういうちょっとしたワインディングっぽいのがあるということを発見しました。もうほんとちょっとした区間しかないんですけど、この手の車はやっぱりこういう道走ってみないと良さが分かりにくい。サスペンションは思ったよりちょっと柔らかめ。あ、これこのグオーンというこのちっちゃい排気量のターボ付きエンジン、エンジン音結構します。ゴーンって。うるさいわけじゃないけど、小さいエンジンが唸ってる感じ。これ3リッター以上の車になるとこういう感じにはならないです。右へ曲がると岡山国際ホテル。先ほどそこから来ました。これ TT 初代から多分全部一緒ですけど、フロントウィンドウの天地が、ちょっと、なんていうのかな。幅が狭い。でも全然問題がない。多分背が高い人が乗ると信号で先頭に止まった時にちょっと上に覗き見上げないといけない感じになるとは思いますけれども、幸いなことに私は背が低いので全然問題なし。こう曲がっていった時にフロントライトが入っていくのはやっぱりいい車で、車体の揺られ方も
問題にならないレベル。もちろん、あ、やっぱり段差を乗り越えるときにサスペンションがいいのが分かる、路面がどうだというのは情報はちゃんと伝わるんですけれども、あのガタガタという感じではなく、アバルト595先日乗った時はめっちゃガタガタしたんですけど、タイヤがいいのかな。この車ね、いいです。やっぱりいい車。これね、路面悪いんですよ。あのパッチが多くて、それをガタガタじゃなしゴロ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 という感じで進んでいきます。残念ながら岡山市内からインターチェンジまでが遠いので高速道路を試すことができません。どっかにバイパスのようなものがあるというのはお聞きしたんですけど、ちょっと冒険になるので行けない感じです。基本的にこの車ハンドリングが良くて、車体が小さいので非常に乗りやすいです。911やボクスターに比べると、このダッシュパネルの上の面積のこの広いこと、これ出だしがね、やっぱりね、小さい、あのエンジン小さい車、まあ2リッターそんなに小さくはないんですけど、それでもゴーンとやっぱり、あの何ですかね、まあ、はっきり言います、安い音がします。でもまあエンジンの音ってもうこういうもんなのかもしれないです。ちょっと切った時にフロントノーズめちゃくちゃというか素直に動いていくのがいいな、この車。カーブを曲がるときにハンドル切ると楽しい。もうちょっといい路面状態の道を走りたい。この道汚い。このぐらいだと静か。あ、なるほど。ターボラグがはっきりわかります。ぐっと踏み込んで、っていう感じで、行くんかいう感じで。だリニアじゃないです、はっきり言って。ちょっと踏んだぐらいでは。おー、信号無視するところであった。もうちょっと上げればいいのか。もうちょっと上げれば膝が当たりにくいかと思ったら、そんなこともなかった。岡山市内土地勘がないので、どこ行ったらいいのかがわからないです。仕方がないので、とりあえず一本道を行って帰ることにします。よっしゃ。おお、どういうこと。なんかうるさいんやけど、あんまりスピードが上がらない感じ。まあスピード上げたらダメですけど、これはモードを変えた方がいいのか。インディビジュアル、あんまり違いが分からないですね。インディビジュアルというモードは多分一番硬くなってるんだとは思うんですけど、エフィシエンシー。ここから U ターンします。では袋後半戦スタート。今度エアコンもっと効いてください。あ、こうハンドル来た時やっぱりキュッと動く。この車いい動き。涼しくなってきた。うわ、ここ出に行く。マジですか。出にくい。いつ出れるか、こう右へ。このタイミングか。おりゃ。おりゃ、出んの、おりゃ。モードがね、今、エフィシエンシー。で、コンフォートモードに切り替えてみます。ちょっとわざと踏んでみよう。あ、柔らか。乗り心地がソフトになりました。あ、段差があっても、あんまりガタガタしない感じかな。これどうかな、これ。あ、そうですね。あ、なんかいい感じ。乗り心地いい感じ。うん、あの、突き上げがあんまりない感じ。変えてみよう。おっと、ダイナミックに変えました。あ、エンジンがうーんと言い出しました。これマニュアルか？こっちか。ダイナミックモードにすると、回転がね、よく上がります。低いギアで回転が上がって、うるさくなりました、明らかに。もう一回変えてみよう。シフトアップのタイミングが遅くなりました。コンフォート。
街中を走ってる限りはコンフォートモードが一番いいと思います。柔らかくて静かで、ちょっと踏むとちょっと音はすると、このガタガタ道ダイナミックで、あ、明らかに突き上げる感じが出てきた。ダイナミックにするともう一回コンフォートで、ダイナミックモードだと路面が悪いとゴツゴツっとした感じあるんですけど、コンフォートモードにするとゆらゆらという感じ、ゴツゴツガタガタからゆらゆらっていう、揺れ方がちょっと変わります。ガコガコっていう感じじゃなくなって、ゴッドンゴッドンという感じ。20分でテンポに変えれるか。岡山はいつも道が混む。このハンドルが、握るところが深円じゃなくて、円を潰したような形なんですけど、意外に手にしっくりきます。私が乗っている997とか987とかは深円に近いちょっと細めのグリップなんですけど、それに比べるとちょっとごっつい感じですけど握りやすいです。パドルシフトこのまま使えるのかな。あ、使えますね。電動のシートいいです。走行中にちょこちょこっと変えるから、まあ毎回言ってますけど、でちょっとだけ山道に入るんでダイナミックモードに変えてみます。もう2速入ったまま、このぐらいだと40キロですけど、でうーんって言ってるまま、あ、ここでシフトダウンが起きた。あ、また勝手にシフトダウンしてる。あ、これかなり引っ張らないとあかんのや。引っ張らないとというか勝手に引っ張ってくれるんですけど、3500回転ぐらいまで今行きましたけどシフトアップしてないです。ちょっとパドルシフト使ってみます。慣れてないのでオーバーレブさせるところでした。4速。アウディ姫路さんはバイパスのすぐそばにあるので、すぐにバイパスに乗ってぶっ飛ばすこと、まあ、ぶっ飛ばしたらいかんのだけど、飛ばしてちょっと田舎の方へ行って、そこでワインディングを走るということが可能だったんですが、アウディ岡山さんはちょっとそれができないのが残念です。走り始めて50分経ってますけど16キロしか進んでません。この後 A3 スポーツバッグに乗る予定になってます。総評、この TT、やっぱりいい車です。まあいいというか自分が好きなだけですけど、アウディ横山さんの建物、ここから右手に見えてる一番大きい建物です。瀬戸内テレビの隣です。帰ってまいりました。アウディ横山さんです。到着しました。ありがとうございました。今回お世話になったアウディ岡山さんですが、ショールームが非常に新しくて西日本で一番大きいアウディのショールームだったと思います。そしてプレシアで車を借りるときにいつも感心するのがお店の方の接客態度の良さ。これはどこの店舗でも同じようにいい接客をしていただけます。今回借りたアウディ TT も1時間2200円なのですが、それでも店舗到着時にはお茶でおもてなしをしてくださいます。今回の飲み物はカプチーノを選択、お茶菓子の他にもアイスクリームがありますとのことでしたので、朝食のバイキングを食べた直後でしたけれども下痢覚悟でアイスキャンでいただきました。ここの店舗には A6 が置いてあるのですが、今回は出払ってしまっていて借りることができませんでした。このアウディ岡山さんは1階がショールーム、そして2階にも車が展示してあるショールームとなっており、3階が整備工場、4階が駐車場となっているとのことでした。私が行ったのは9月15日の日曜日午前中でしたので、
お客さんも少なめでゆったりと時間が流れていました。もっとも午前中といっても朝9時半からオープンのお店に対して9時半に行っておりますので、お客さんがまだ来ていないのは当たり前です。この日は9時半に TT の予約をして1時間お借りした後、すぐにアウディ A3 に乗る予定になっていました。このプレシェアというシステムがちょっと緩いなと思うところは、9時半に予約してすぐに車に乗るのではなく、お茶を飲んでゆっくりして10時頃スタートで11時返却という割とアバウトなシステムになっていること、他に貸し出し予定があるようだときちっと返さないといけないのですが、そうでない場合は割と時間に対しては少し余裕を持って貸していただけるように感じます。まあ言ってしまえばマイペンラインな感じです。ご興味のある方はアウディ岡山さんへぜひ行ってみることをお勧めします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ご覧いただいている映像はアウディ岡山さん店舗の2階の様子です。お高い車がたくさん並んでいるのですが、ゆっくりと見て回ることができます。